そのアメリカの話をしますするのかといいますと、経済学者と、その実務家の方が手を協力をして、旧来の方式からその望ましい受け入れ保留方式をベースするようなものに、方式が変わるという制度が変わるという、非常にその面白いことが、数年前に、ボストン市とニューヨーク市で起こっています。それを、まず主に取り上げたいと思いますが、アメリカにおいて、学校選択制というものが日本に比べて、どういった歴史があるのかということを簡単にご説明いたします。そうすると、まず公立学校選択制という、ここで使っている言葉が、これがいわゆる日本で、使っている学校選択制というもので、公立学校の中で、自分の通学区域ではない違う通学区域の同じ市内の隣の学校に行くようにすることができる、こういったものを公立学校選択制というふうに、アメリカの方では言いますが、実際はもっとその学校選択という意識自体が、日本よりも進んでいるところはありまして、聞いたことは、気になったことはあるかもしれませんが、バウチャー制度であったりチャータースクール、バウチャー制度というのは、私立学校に行くために、低所得者層などに対して政府の方がある種の教育クーポンのようなものを、渡します。それは常に使えるわけではなく、学校に行く授業料を払うときのみ使える、そういったものを配布するものであり、それからチャータースクールというのは、これは日本ではイメージしづらいのですが、公立私立という枠にとらわれない、誰にでもこう申請して作ることができるような学校でして、そこには、そもそも通学、ある種の公立学校とは言われているんですが、通学区域というものが存在しません。そういった意味でこれらもそのこの制度とはまた別の意味で違う通学区域にとらわれずに学校を選ぶことができるという意味で学校選択制度というふうに呼ばれています。で、こういったものは日本よりもずっと進んでいるのですが、この公立学校選択制だけに、注目すると、初めてこれが、法制化されて導入されたのは1987年のミネソタ州ということになります。日本の場合では、一番最初の導入が2000年ごろであったので、99年ごろだったので、それに比べると、だいぶ早くこういったものを導入しているということになります。で、現段階、現状では、州として導入しているのは45の州に及び、それぞれの、学区域でどういうやり方をしているかはまた別の問題なのですが、ほとんどのところで、公立学校選択制を行っているというのが現状です。最初にまず、ボストン市の、制度変更についての、お話を簡単にさせていただきます。先ほど第1部の方でも、少し話がありましたが、まず、公立学校選択制、ほぼ日本で使っているものと、同じような意味で、違う通学区域の学校を選ぶことができるようなものを導入したのは99年です。それから、2005年に、この僕たちが、注目している今からご説明する制度変更があるんですが、それまでは、先ほど第1部の方で、ご説明したボストン方式、先ほどの性質ではあまり良くないというふうに、ご説明したんですが、そのボストン方式を、実際に使っていました。この、変更というのが、ボストンの、BPS と呼ばれるボストンパブリックスクールズという、組織の方と、それから、経済学者、ゲーム理論のマッチングの経済学者4人が、協力をして、ボストンの場合は1年間ぐらい、シミュレーションや実験などいろいろな、検証をして、今のボストン方式を使うのがいいのか、それとも受け入れ保留方式を使った方がいいのか、そういったことを、みっちり議論をして、その上でこちらを使うということを、決定いたしました。で、受け入れ保留方式の、性質というのは先ほど、安定であるだとかいろいろなものがあったと思いますが、ボストンの事例においては、制度変更の最大の理由というのは、ボストン方式が、対戦略性を満たさないということが一番の理由として
と指摘されました。で体制の抑制というのは、先ほどの定義にもありましたが、自分にとって、自分の好きな順位、先行順位をそのまま何か少し、変えたりせずにそのまま出すことがその人にとって一番ベストになるということを意味します。実際僕自身の感覚でもあるのですが、いっぱいにこういう学校選択みたいな決め事をするときには、何かものすごく人気なところに行ったらどうしても損をしてしまうので、自分でこういろいろ考えて、ちょっと、一番人気なところが本当は自分が好きなんだけれども、そこに出すのはリスキーすぎるから、ちょっと、安全な第二希望ぐらい、あんまり変わらないし第二希望ぐらいに出せばいいんじゃないか。そういうことをやるのが、自然というか、そういう思考をする人が多いというのが僕の印象で、小さい頃からそういうものを決め事の時にそういうことをやるような状況が多かったと思うんですけれども、この対戦略性というのは面白くて、好きな学校から順にいくらでも正直に書いた方が一番その人にとって良い、いい学校を飛ばしたりせずに、全部1から順に、学校を好きな順に並べていけばその人にとって一番良いということ、これをそのボストン の、その実務家の人たちが、重視していたというのは、ある種のこれが公平性として捉えられるからということでして、どういう意味かと言いますと、人によってそういった状況を見極めて自分の本当に好きな、学校のリストがあるところを、安全なところを繰り上げて戦略的に動くような人と、そうではなく好きな学校をそのまま順に並べて変えちゃう人、そういう人が、そういう人たちが、2種類の人たちが混在していたときに、ある種のそのまま自分の選考リストを出してしまった人は、結構損をしてしまう。いい学校に弾かれて、最後の方に残り物にしか行けなくなってしまう。ところが、同じ選考を持っているにもかかわらず、少し違う出し方をした人が得をする。そういうことが、望ましくないというふうに、ボストンの実務家の人たちは考えまして、でその意味で全員が、正直に自分の、持っている好きな順番というものを出せばいい、そういうアドバイスができるということを、重視してこの受け入れ保留方式というものを採用しました。でさらに言うと、もう一つ先ほど TTC トップトレーディングサイクル方式というものがありまして、対戦略性を満たすものとで知られているものといえば2つあったのですが、こちらの定義の方の説明は先ほど省略しましたけれども、こちらのトップトレーニングサイクル方式というのは、仮想的に誰が どこの学校に行けるという優先権を交換するような構造が実はこの制度の中に入っていたので、そういったものを見比べて、これは政治、行政的にというか基本的にこういうものは望ましくない、そういった判断からこれが受け入れ保留方式が採用されたという経緯があります。次にですね、同じような流れでニューヨーク市の、公立高等学校の、方でも制度変更が、行われました。実はこちらの方が少し歴史としては早い、ボストン市よりも早いんですが、まずその